今日のランチ会、何なのあれ。お店選びが最悪だから、次の予約はキャンセルするから。え？セレクトした人本当にセンス悪すぎる。って、まゆみさんセレクトだっけ？でも、リーズナブルで美味しいって評判のイタリアンでしたよ。他のママたちもみんな美味しいって言ってましたし。そんなの貧乏人のまゆみさんへの気遣いでしょ？そうなんでしょうか。まゆみさんとこだけご主人が平サラリーマンよね。そんな格下のくせにママランチの店決め係とかずずしいわよ。すみません、でもリーダーのよしこさんに頼まれたので。よしこさんはママ友グループの一番のセレブでボスだから、私も文句は言えないわ。でもね、本当にセンスがなさすぎてストレスになってるのよ。はあ、すみません。で、明日のランチ会はどこ？今年度最後のママランチ会なので、高級寿司店に予約しています。子供も一緒で、一人5万円です。貧乏人がランチに5万？そんな背伸びしなくてもいいって。いえ、うちの夫は普通のサラリーマンですけど、たまにはこのくらい出せます。夫が頑張って働いてくれているので。そういう見え、いらないから。てか私、寿司とか嫌なんだけど。なんで勝手に決めるかな。皆さんの意見を聞いて決めました。私、聞かれてないけど。めんどくさいから適当に決めてと言いましたから。でも寿司は嫌いなの。先に聞き取りすべきでしょ。すみません。ちなみに、どこの寿司屋？幼稚園近くにある松竹寿司です。あそこ？センスない寿司屋代表じゃないの。大将がデブでもさっとしてて生理的に NG なのよね。ああいう男大嫌い。自己管理もできない職人の寿司はまずいに決まってるわ。それになんだか臭いし。そんな店やめなさいよ。でも、そんな寿司屋よりうちで餃子パーティーしない？は？何ですか？いきなり。うちのリビングなら30人くらい入れるからそうしましょうよ。いや、突然言われても無理ですよ。もう予約しちゃいましたし。キャンセルしてよ。もうできませんよ。すぐに仕入れに行くと言っていましたから。電話一本ですぐできるでしょ。ちゃんと頼んだわよ。キャンセルお願いね。できません。そんなこと言われても本当に困ります。嫌な人が困ってても助けたいって気持ちは起きないものよ。はい？気づいていないようだけど、まゆみさんは。ママ友の中では結構嫌われてるって知ってる？嫌われ者の宿命として困りごとは自分一人で解決しなさい。そして明日はうちで餃子パーティーにしましょう。実はね、旦那が経営しているスーパーで美味しい餃子があったの。仕入れは私が担当してるんだけど、ぜひママランチに活用しようかなと。会費はそのまま一人5万円で OK。 餃子に5万円？しかも、スーパーのものですよね。ちょっと、馬鹿にしないでよ。うちのスーパーは高級食材も扱ってるの。餃子も高級品だから、それくらい妥当よ。ってことで、明日は餃子ね。いやいや、無理です。餃子の案はまた皆さんに確認してからということで、明日は予定通り松竹寿司さんです。おはよう。今日のママランチ会だけど、やっぱり変更ね。はい？まゆみさんは行動も決断も遅いから、代わりに手続きしたよ。手続きって何のことですか？あたし、生魚食べられないし、寿司屋はキャンセルしといた。だから、今日はうちで餃子パーティーに変更ね。お一人でどうぞ。え？まゆみさんだけ来ないの？幼稚園のママ友メンバーは皆さん私の家にいますから。餃子パーティーかなんだか知りませんけど、そっちはお一人でどうぞ。皆さん、本当は園子さんのこと、あまり好きじゃなかったみたいですから。朝から冗談を言わないで。セレブママ友とはずっと仲がいいのよ。セレブママのよしこさんたちが、まゆみさんのボロ屋にいるって。は、冗談は貧乏だけにしてよ。でも、皆さんうちで楽しんでらっしゃいますよ。今朝、松竹寿司さんからキャンセルされた連絡を受けましたので、急遽、うちでバーベキューすることになりましたから。え？それ、本当なの？はい。
うちは園子さんの家に比べたら確かに年季の入った家です。でも庭が広いのだけが取り柄でして、みんなでバーベキュー大会することにしたんですよ。は？私呼ばれてないんだけど。呼んでませんから。どうしてよ、なんでそんな仲間外れとかにするの。私はちゃんとみんなのことを考えて全員お誘いしてるのに。まゆみさん、あなた何をしたか分かってる？これは幼稚園追放レベルの問題だからね。あの、そんなことよりキャンセル料の方は大丈夫ですか？キャンセル料？はい、園子さんが勝手な自己都合でキャンセルしたんですから、キャンセル料は園子さんに払っていただきます。はっ、どうせ大した金額じゃないんでしょ。うちは裕福だからそれくらいは払ってやるわよ。で、いくらなの？150万円です。は？今年度は最後のママランチ会ということで、子供メニュー付きで5万円のランチ予約でしたからね。30人分で150万円です。ちょっと、食べてもないのに満額請求？え、常識ですよ。当日前日のキャンセル料が 100% なんて。しかもよしこさんの計らいで予算以上の豪華食材を取り寄せてくれていたそうですから、これだけの請求で済むことに感謝しないと。勝手に話してるんじゃないわよ。は？私が一人で払うってことは150万もドブに捨てろってこと？まあそうなりますね。冗談じゃないわよ。いくらうちが裕福だからってキャンセル料に150万も払うと思う？どんだけぼったくりなのよ。まゆみさん、あなた差額を懐にしまおうとか考えてるんじゃないの？それ詐欺だからね。今から警察呼んでおこうか？あの、お一人で喋られてますけど、もういいですか？はぁ？今話し中だろうが。そうですけど、あまり話してても意味がないことで、すごく時間の無駄のような気がするんですよね。そろそろバーベキューに専念したいんですけど。うるさい！何も話は終わってないでしょ？キャンセル料なんて絶対に払わないから。予約した幹事はまゆみさんでしょ？まゆみさんが払うべきだから。そんな。私は絶対に払わないから。むしろこっちのキャンセル料お願いね。え？餃子、大量に家に持ってきたのよ。一人5万円、30人分で150万円の支払いをよろしく。そんなの聞いてません。何がキャンセルですか？もともと予約してません。準備は終わってます。来なかったのはそっちの責任でしょ？まゆみさん大変ね。いろんな責任取らなきゃならないなんて。私の話を聞かなかった罰だよ。そんな。後で正式に請求するから、つかの間のバーベキューでも楽しんでなさい。まゆみさん、ねえ、よしこさんに連絡してるのにブロックされてるみたいなの、ちょっと確認してもらえない？ああ、園子さんのことはブロックしてましたね。は？どうして？何か間違えてこうなっちゃったの？いやいやいや、 LINE ブロックは意図的にしないと。じゃあよしこさんが私を避けてるってこと？そうですね。あんたのせい？は？あんたが私を仲間外れにするから、園子さんも真似して私を。そんな子供みたいなことするわけないじゃないですか。てかそもそも、園子さんを外したいって言ってたのはよしこさんですよ。え？やっぱりまだ知らないんですか？何のことよ。園子さんがキャンセルしたお寿司屋さんね、オーナーはよしこさんのご主人ですよ。嘘でしょ？30人の予約をしていたのに、前日にいきなりキャンセルとか。今朝それを知ったよしこさん、それはもう大激怒。常識知らずにも程があるって。そんな、よしこさんのお寿司屋さんだったの？まゆみさん知ってた？はい、以前たまには豪華なお寿司を食べようと家族で行きました。その時に偶然にもよしこさんがお店にいらしたんです。それで弟さんを紹介されました。どうしてそれを教えてくれなかったのよ。それを知ってたら絶対にその寿司屋にしたのに。でもあの店の雰囲気が嫌なんですよね。店内もなんだか臭いし、大将もデブのブ男で生理的に NG とか、自己管理もできない職人の寿司はまずいとかも言ってましたね。それは。ちなみにあの大将、よしこさんが溺愛している実の弟ですよ。よしこさんのお店がもっと繁盛するように、貴重な園子さんの意見よしこさんにお伝えしました。ちょっと、なん
でそんな勝手なことすんのよ。よしこさんに顔向けできないじゃない。心配しなくて大丈夫ですよ。よしこさんも二度と園子さんの顔見たくないって言ってますから。それってまずくない？ボスママのよしこさんに嫌われたってことだよね。完全に私アウェーになりそうじゃない？まあそうなりますね。どうしてくれんのよ。私幼稚園で孤立するじゃない。自分が原因なんですから仕方ないのでは？そんな。それからお寿司屋さんのキャンセル料金についてですけど、先ほど大将が園子さんのご主人の会社宛てにファックスしたそうです。慰謝料請求の詳細を。は？旦那の会社？なんでそんなところに持ってくのよ。だって園子さん全く話を聞いてくれないですもの。これじゃあ拉致が開かないってことで大将が請求したそうです。バカじゃないの？関係ない旦那の職場になんてことすんのよ。先ほどご主人から大将と吉子さん宛に謝罪の電話が来たそうです。キャンセル料もきちんと払ってくれるそうですよ。よかったですね。え？でも今回の園子さんの行動全部バレてしまって、非常識すぎる行動に怒ってらっしゃいましたよ。やめてよ。うちの旦那が怒ると大変なのよ。それにご主人のスーパーの餃子、園子さんの発注ミスですって。確かに餃子1000個は注文しすぎですよね。ゼロ一つ付け間違えたのよ。だからみんなで餃子パーティーしようと言ったんですね。それって単なる自己都合隠蔽工作みたいですね。悪気はなかったの。旦那怒ると本当に本当に怖いから何とかしたかったの。それにしても日常的に態度が悪かったんですから仕方ないですよ。どうして？嫌な人が困ってても助けたいって気持ちは起きませんからね。嫌われ者の宿命として自分一人で解決してください。ではその後、キャンセル料150万円を立て替えてくれたご主人に返済するため、ご主人のスーパーで返済金額に到達するまでパートタイマーになった園子さん、同居のお姑さんと夫から激しく責められ、仕事ではこき使われる毎日になったそうです。幼稚園でも完全に孤立した園子さんは、誰からも信頼されることなく、子供を転園させるしか選択肢が残っていない状況でした。また、発注ミスした大量の餃子を冷凍し、亡くなるまで園子さんが食べ続けなければいけない決まりができたそうです。食べ物を決して無駄にはできませんからね。そんな生活の中、家族からの信頼も失った園子さんは、外出時、LINE 内容、お金の経路など、細かに管理されることも条件になったそうですね。行動範囲を規制されながら毎日餃子ばかりの生活なんて自分だったら耐えられません。餃子が元で人生がこんなに狂わされてしまう園子さんには少し同情します。しかし自己中女がいなくなったことで、その後の幼稚園生活やママ友付き合いがスムーズになったことは言うまでもありません。